それじゃあパート2やっていきたいと思います。はい、しまった。はい、まあ前回はダンテさんが初登場というかネロも初登場なんですけど、まあいろいろね、まあこっからネロとダンテが出会って、まあ、激しい、まあ前回からの続きですかね、ムービーはね。はい、悲惨なことにね、あら、まあ仕方ないというかやむを得ないですからね、こういう場合は。なんじゃそりゃ。一人じゃ重かったろ。なんてことないわよ。お、この剣が必要なんです。修羅場。はあ、これさえあれば奴とも余裕で戦える。何も目的はもうダンテなわけもう。ああ早いね。まあこんなめちゃくちゃにしたんだしね、まあ怒るのもというか宿敵化するのも無理ないというか、まあこっからどうそうモンスターとの戦いに発展していくかですよね。フォルトナ城だ。人を殺しまくった後で観光とはのんきなもんだ。うおー、冗談を言っている場合か。お、必ず奴を捕らえろ。なんか剣があれだね。どうなるなよ。気をつけて。真反対というか、闇と光みたいな。あのなきり今は。お、かわいい。わかった。無茶はしない。私は本部に戻る。まあお兄さんだからね。やばい、もうそんなに肩が入ったのか、この建物。来た、ミッションか。ロードがぼちぼち長いですね。お、あ、やばい、ゾンビ化か。やあ、やられた。ああ、投げ飛ばすんかい。なんか みんな似たような服装してるね。いやーやめてー、助けてー。いやー、うわー。よっしゃ。くれど、綺麗を頼むぜ。俺がやる。来た、かっこいい。なんかエンジンブレードみたいな感じだね。なんか勝手に名前つけたけど。お、いいね。こういういざという時はその協力する感じがいいですね。あ、やばい、やめろー、やめろー、やー、やめてくれー。だー、よいしょー。危ない。ちょ、キリエじゃねえよ、お兄さん。お兄さん勝手に逃げるな、お前。まあ結果オーライというかネロがいるから。来た、かっこいい。あれ、ちょっと僕にやらせてくれないんですか。やりたいんですけどね。おー、ナイス、ナイス通行止め。まあしばらくネロさんのかっこいいアクションをご覧ください。おお、いいなあ。すげえ、すげえ、すげえ。すげえ、バイクみたい。うわー、やったー。じゃあ掃除を始めるか。もう掃除終わった感じじゃないですか今。全部やってくれた感じじゃないですか。あの、僕がやるんですかここから。お、ミッション、ミッション2、ポルトゥナージョ。
なるほどね。はいはい。ああ、これこういうことか。なるほど。まあ敵がこっから複数出てくるようですし、まあロックオンは必要ですよね。よいしょ。よいしょ。オッケー。まあ、ロックこれでも単体だとロックオンはしなくていいですよね。別に。おらおらおら。よいしょ。よいしょ。切り上げ。オッケー。うん？これ時々固定カメラの時があるんだね。ああなるほど。お、これなんか表示してくんないかな。入るみたいな。そういうのあってほしいよね。もう暗い。バイオハザードみたい。あ、ジャンプ後壁の近くで。壁ジャンプか。なるほど。なるほど。わあ、ちょっと謎解きゲーっすか。マジっすか。まあ、わあ、ちょっとあれだな。やっぱ五島武王と被る部分が結構ありますね。五島武王は完全に固定カメラですけど。あら。何ですかこれは。かっこいいな剣。あれやばい。おお、すごい。てかすごいデザインの化け物だな。よく見ると封印結界、敵悪魔による封印、特定の場所に踏み入れると封印によって。なるほど。あ、だからその結界があれば、結界があるまではその敵を倒さないといけないというか。やばい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。お、てかこれ赤いオーブがすごい最初からすごくあるんですけど。もうちょっと、これインパクトがすごいな、これ。これ、まあ、こういうのはね、こまめにしとかないと後々困る。で、ダダダダダダみたいな。これローディング挟むのがちょっとあれだな、だれるな。わあ、これはさすがに落ちらないですね。まあ落ちることはないと思いますけど。シークレットミッション、ミッション中特定の場所を調べるとシークレッション、はい、制限時間内に悪魔。おお、結構難易度は高くないと思いますけど、まあシンプルでいいんじゃないですか。くそ遠いな。来い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 、間に合え間に合え。よっしゃ。おお、ダメか。もう一回、もう一回お願いします。気づいたら増えてるな。よよっしゃ、オッケーオッケーオッケー。危ない、これ結構ギリギリだな。オッケー。ブルーゴーブのかけら、生命力の結晶である。まあ、ということは4つ集めると体力ゲージが上がるみたいな。ほんとゴッドオブオーに似てるというか、すごい似てますね。はい、じゃあ行きましょう、これ。はい。ん？お、来ました。こんな狭いとこで、やりますか。よっ。ほら。これ、切り上げが難しいな。できないんだけど。よっ、ほら。やったぜ。お、よし、結構飛ぶな。オッケー。お、もう城直前だぞ。うん、スナッチ R 丸。なるほど、つかみ技か。これだからなる、これなるほどね。切り上げよりいいんじゃないですか。ほら、いいなこれは。すごいすごい、追い打ちができますね。いいですね。はい、
ジャンプしてこれスナッチ、いいですね。はい、じゃあこれが多分城なんで、まあ次回多分ダンテと戦うのかな。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。今回はね、まあちょっとまあこれまあチュートリアルっていうか、まあ結構序盤の序盤なんで、まあチュートリアル部分がまだ多いんですけど、まあじゃあこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。